バッタモン会のコスプレ衣装ができるまで22世紀が来ない。よいしょ。でも実は来てるバッタモン会です。小林ひろきです。バッタモン山下です。お願いします。ということで、はい、22世紀が来たのか来てないのかという話。22世紀は終わりました。わかんない、もうわかんない。22世紀が、ね、21世紀来ちゃいましたね。21世紀終わったね。21世紀が終わったんですね。終わりました。急遽終わりました。巻きで、ええ、はい、終わりました。何があったのかはもう、まあ、その辺の話も今回しつつ、うん、今回はシュワルツローズの制服を作るんですね。そうですね、無事にね、うん、再始動となりました。キングオブプリズムがね、うん、発表されたらもうキングオブプリズムをやるしかないので、新作をやるんですね。そう、新作かはわからない。なるほど、再始動だから。再始動、うん、そう、はい、でもキングオブプリズムが動き出したらキングオブプリズムをやるしかないけど、キングオブプリズムのキャラめちゃくちゃやってるからどうしようってなって、うん、はい、結果とりあえずシュワルツロースの制服を作ることにしました。なるほど。うん、というわけでね、作っていきます、うん、衣装制作スタート。型紙を今印刷してて、うん、貼ってたので続きをやります。はい、ここあの横にあるのがいっぱい貼ってるんですね。そうそう、こっちがねメインの黒いやつの方で、うん、はい、できたら中の白いワイシャツも作りたいので、うん、今こっちの白いワイシャツの方を貼ってます。あ、前回の収録の最後に、うん、あれがあれするかもっていう、うん、そしたらあれだよねっていう、ね、うん、あれワードしてたじゃないですか、はい、あの優勝という言葉を避けるのと同じで、うん、なんか迂闊な言葉を言いたくない状態だったんですよね、あの時は。そう、ってことはやっぱりあれです、やっぱあそこまで言われても、うん、我々としてはもう半々くらいかなっていう、うん、あしたらね、あれでしたね、めでたく 100% いい方でしたね。ありがとうございます。でも 100% いいとも言い切れなくて、まあ、まだね、内容はまだ詳しくはあれですけど、うん、ほらもう公式がさ、お金が足らないので、はい、そんなこと言うっていう。そう、公式がね、もう言ってるから、はい、プロジェクトとしては今動いているが、そう、動いてるけど、うん、皆さんの頑張りがないと皆さんの納得いくものが作れないですよってもう、うん、脅迫されてるから。でも脅されてんだよね。そう、脅されてる。毎度脅迫してくる公式なんで、どこに金を落とせばいいんですか、何に。新しいゲームもやるらしいですけど。そうなのよ、だからさ、なんか毎週さ、週1でもいいからさ、うん、映画館でさ、キンプリを上映してくれたらさ、うんうん、そこにさ、新規を連れてさ、行くからさ、うん、はいはいはい、あ、いい金の使い方ですよね。新規も増やして、お金も出して。そうだ、新規増やさないとさ、うん、意味ないじゃん、始まんないっす、うん、それじゃあ今まで通りと同じなんで。そうそうそう、だからやっぱ上映をしていただいて、うん、夏までやっていただくのが一番いいと思うんですけどね、うん、行くからさ、全部埋めるからさ、席っていうさ、ハグウィークってさ、ずっと、うん、はいはい、やってましたね、やってたんだけど、先週、うんうんうん、なんかそれのその新しい取り下ろしのその先付けのボイスがありますよっていうのを先に言われててさ、はいはい、でまあしんちゃんだろうなって思って、うんうん、まあいつもだいたいさ、そのあんまり動かない絵で一枚絵とかでさ、うんうんうん、その新しいボイスでなんか僕たちこういうことやってましたみたいな、この前はこういうのがあってみたいな感じのさ、うんうん、やつをさ、まあそうっすね、が1分ぐらいちょっと短めのさ、うん、やつを見てて、うん、まあまあまあそういうのだろうな、楽しみだなぐらいの気持ちで言ったらさ、うんうん、もう今回はさ、なんかちゃんとさ、喋ってることに対してさ、その今までのキンプリのちょうどいいところのさ、映像も動くしさ、うん、なんか途中からさ、なんか僕たちが皆さんに会いたくても会えないような辛い時期がありましたみたいなことを急に言われてさえ、なんでそんなこと言うのって言っちゃった。映画館でえ、なんでそんなこと言うのもう泣きながらさ、見ててさ、もう何言ってたか全然覚えてないんだけど、うん、ずっと泣いてた。みんなプリズムスターのみんなも皆さんに会いたがってますよみたいな感じで、うんうんうん、なんかみんなの名前言ってて、うん、ジョジのことだけ高田の馬場さんって言ってて高
高田の馬場さんって呼んでるんだっていうことだけは覚えてるんだけど、いい情報ですね。うん、いい情報でしょ。うん、うん、非常になんか人間関係がリアルに描かれた、うん、その一言で、うん、しんちゃんって、あ、高田の馬場さんって呼んでるんだ、出やすく下の名前で呼ぶタイプじゃないし、距離感がね、距離感もまだあるから名字で呼ぶことになるが、うん、その名字が面白いおかげで、ダ、うん、シャッフルのメンバーの名前は覚えてない誰一人として。なるほどね。ザ・シャッフルの皆さんって言ってる。でさ、あの特報をみんな見た、はいはい、キンプリの、うんうん、途中でさ、心臓の音鳴るじゃん、ドクンドクンって、うん、はいはいはい、あれマジ最初自分の音かと思ってた。そうですよね。そうだな、やばい、やばい、心臓の音めっちゃ聞こえる、死ぬかもと思って。しかもお風呂で最初見てたからさ、めっちゃ響いてさ、はい、やばい、やばい、これはやばい。こんな音聞こえるもんだと思って。不整脈すぎ。うん、危ないよ、そんな状態の人間がお風呂入ってる。事故の上聞く話、うん、本当に死ぬかもと思ったら、はいはい、特報の音だった。スピーカーからしてる音だった。でも同じぐらいになってたと思う。まあでも実際やっぱメディアでも今回ちょっと取り上げられてましたけど、うん、紹介、そう、まあちょっとやっぱさすがに、うん、だいたいその枕言葉が応援上映という文化を築き上げた偉大な作品みたいなことを書いてて、いや、その通りよ、まあ、実際その通りです。やっぱキンプリから応援上映っていうのがちゃんとその文化として、うん、成立した、うん、コロナ禍を経て、あ、そうですね、そういいこともあってさ、ほうほう、みんながさ、うん、拍手をするようになってさ、あ、そうか、うん、拍手だけって上映の時ありましたね。そうなの、拍手だけ上映があったから、うん、なんかみんなのショーが終わった後に拍手をするようになって、はい、いやでもそれってめっちゃいいなと思って。そう、ね、昔はなかったんだよね、うん、それ声出ししかなかった頃にはなぜかなかった文化、うんうん、確かに言われるんではなかったですね。そう、なかったんだよ、声が出ちゃってたの先に。そう、声出しだからやっぱそういうなんか先入観なんですかね、うん、ねえ、実際のライブの時はみんな声出したら拍手したりするじゃないですか、やっぱ、うん、まあサイリウムが振ってる人もいますけど、うん、ショーが終わってみんなほんと、うん、一生懸命拍手してたら、うん、これは新しいいい文化だと思って。そうですね、そう、やっぱさ、うん、うるせえって思う応援の時もあるからさ。それはある、うん、まあね、だったら拍手があった方がいい。そう、やっぱ4章のさ、社員のさ、うん、ライブの後はさ、はいはいはい、誰一人として拍手しないの。静けさが、うん、うわーってなっちゃう、うん、あの時間ね、最高と思って、みんなまだちゃんとちゃんとやるじゃんと思って、はい、食らわないといけないから、そう、そこは静かにしてないといけないから。そうですね、なんかだって応援上映であんな無になる瞬間、うん、多分その、うん、他で応援上映やってみたところじゃないと思うよ。まあそうですね、うん、うん、あんなことにはちゃんと映像に合わせて無になる瞬間、うん、やっぱり嫌なんですよね、その察しがいいのと理解度が高いのと、うん、キンプリの方々は、で積み上げてきたものが、そう、ちゃんとお話に合わせてね、うん、我々が観客という自覚があるからさ、そうそうそう、あの場にいる、うん、今回ハマってくれた割と有名なさ、うん、有名なっていう、うん、何が有名なんだったら、正直さ、なんかかけるにすごいハマりましたみたいな感じのさ、フラミンゴネキって呼ばれてるの。ああ、界隈の有名人。あだ名がついた人がいるんですか。はいはい、そうなのよ、うん、フラミンゴネキがさ、うん、なんか結構わーってなってるから、うん、みんなもさ、その、うん、なんかネキにいろいろかけるのことを教えてあげようって言ってさ、うん、今までのさ、うん、なんかもう終わっちゃったゲームのさ、うん、スクショとかさ、いろいろさ情報をさ、ネキにさ、うん、はいはい、送ってあげててさ、うんうん、なんかでネキもすごい楽しそうなさ、うん、プリズムライフを今送ってるんだけどさ、うんうんうん、なんかそれ見てたらいいなーって思っちゃってさ、うん、ちょっと私も新規のふりして詐欺だ。ちょっとファンがファンに囲われてるから、私も囲われたいでござると思う。すぐ羨ましくなっちゃうからさ、どうせすぐバレる嘘だが、ですね、秒でバレるが。早見ひろさんってなんか、え、めちゃくちゃ良くないですかみたいな。私もいろんな情報を教えてもらいたい。もう持ってるよあんたは。寄ってくる情報全部。
むしろなんかふわっとした情報来ちゃうとそれは違いますって言うタイプじゃないですか。てめえちゃんそれでインボライブ見たのかって怒っちゃうあいつは別に枠いないのにただ間違えてるだけなのに、なんでその嫌なわなわよもう一回見直してこい早見ヒロのプリズムショーもなって他のファンを試すなよ本当だよ。でもなんかそのネキがすごい楽しそうだからさ、そういうの楽しそうですよね。そう羨ましいなってなっちゃうんだもん、うん、この辺からさ、はいはいはい、この辺かな、こんな書き方あるっていうのが今あるんで皆さん楽しんでください、うん、ちゃんとした人が見たら発狂しちゃうかもしれないやつですね。体の左側の部分が長いんですよ ね、うん、ね、壁紙じゃない型紙を調整してます。いいだろう、一旦切ってみよう、うん、そうですね、行ってみよう。あ、ほらほら、みっちゃん、こうよ、こういうことよ。今ね、シュワロンピンク作ってるけど、ルイ君にするか、ジョージにするか、かけるもありだなって、ああ、なるほどね、思ってます。1回ずつメイクは全員やってるんですけど、大体のキャラをさやっててさ、そうなんですか、なんか誰やったかなって思ってさ、なんか、めっちゃ見たの、はい、ミラボをね、過去のやつをめっちゃ見たんだけど、なんかもうサムネからブスすぎて全然なんかもう許せなくて、そのあそっちの感情が、撮り直したなんかそのしんちゃんレオくんヒロ様ぐらいは多分撮り直したんだけど、その撮り直した前のやつのサムネからしても本当に全部ブスと思って、まあ昔のはね本当にキンプリに限らずってなるぐらいの、なんで私は映像に残ることをやっているんだこんなにも今をなお、でも感慨深くなるよ、お化粧上手くなってる今が良くなってるとも言える、そうだね、さん自身のね、そう成長伸びの話とも言える、もう全部取り直したいぐらいなんだけど本当は。愛さんのメイクも違うなと思ったんですけど、やっぱ照明とか撮り方とかもそもそも汚かったんで、その撮影の時の収録みたいな、撮影の方の側の技術というかセッティングとか、まあ、あの時だって多分私が写真送ってないくって、山下で撮ったやつを使ったんで、そう切りなんかねスクショみたいな感じでね、その時のやつやってるから、でそれもねだからまあ無加工だからね、そうそう、あの真実といえば真実なんだけど、まあ、それにしてもやっぱその撮影中も今結構ちゃんと照明をねいくつか用意したりとかしてるわけですけど、撮り方がねちょっともうちょっとどうにかしてほしいよね、なんかその化粧の面でさ、なんか、はい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 、私はもう見ててうってなるから、まあ、そういう意味ではその辺のもろもろ含めて今の近づくの場合は良くなってるんですけどね。これさぁ、この絵だとさぁ、ここにさ線が入ってんの、さこの型紙だとさ、別に入ってないんだけどさ、適当に切ってみちゃうなるほどね、どう思う？だってかっこいい線あった方がいいじゃん、かっこいい線ね、だから一回ぶった切って一旦切ってみちゃう。なるほどね、そこにあるんですね、縫い目が、縫い目というかそこで合わさってんですね。そう、こういう雑なとこを見れるのもいいでしょう、結構昔のなんか衣装講座かなんかの動画の時も河合さんがここなんかかっこいいと思うんで切ってみましょうって言ったらちょっと懐かしくなりました、かっこいいと思うんで切ってみましょう。いやそうなんかね、友達にも言ったの、なんかベストとかでここかっこいい線入ってるからさーって、かっこいい線入れたくて適当に切ってさ入れたんだよねって言ったらさ、かっこいい線って言われて、そんなよ名前で呼んでんだっていう、かっこいい線しかもここじゃないしってすごい笑われ、場所が違う、ちょっと違いちょっと違ったみたい場所が、だからレディースーツとかだと腰のところに絞りの線入ってるじゃないですか、あれなんか別に切ってるわけじゃないですか、上縫ってるだけです、骨なんで、ね、だからその全部ついてないです、あの線が。だけど解散はそこはもう頑張ってフィーリングでやってるんで、かっこいい線って言ってる、そう、絞りとか立体とかそういうんじゃなくて、かっこいいから切
ってる。かっこいいかかっこよくないかで決めてる。でも新しいキンプリでさ、もし新しいのかわかんないけどさ、はいはい、新しいとしてさ、うん、見たいのたくさんあるわけですよ。まあそうですね。もうちょっと上げるだけでも、まず美浜浩二のソロショーを見たいでしょう。そうですね。で、ジョージの 3D のショーも見たいでしょう。はい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 。あと三共のショーも見たいでしょ。山田さんと三共のショーも見たいでしょう。そうですね。何やってくれると思う？そうなんだよね。一番嫌なカムバックは社員なわけですよ。ただカムバック感は一番ある。いや、そうなんだよ、うん、一番カムバック感あるんだよな。嫌だけど、うん、見たいは見たい。いやー、ムカつくよなー。そうなんだよなー。やっぱあそことも折り合いつけるみたいな落とし方をしてくるっていうのはあるかもしれないかっていう、はいはいはい、まあそうだね。そう、謎の資産いっぱい残ってるわけじゃないですか。出生の謎だったりとか、河合さんが許せないやつ、うん、まあ、あとやっぱ個人的には舞台の方のでしかやってない話もちょっと拾ってくれると、まあねー、あそこ結構大事ですもんね。大事。もちろん舞台だけの話ですよっていうのはいいけど、ちょっとでも拾ってくれると嬉しいなっていう。でもそれを言ったらゲームの話もやってほしい。ああ、まあそっか、そうですね。でも結構そのさ、しんどい話ばっか、結構重たい話多いじゃないですか、キンプリって。多い。何気ない日常会くらいの緩いやつもちょっと見てみたいんですよね。あとアレクのさ、はいはいはい、カバーじゃないオリジナルソングもさ、そうですね、欲しいじゃん。ああ、はいはいはい、そうか。そう、アレクはね、ないんですよ。ないんだ。プリズムストーンでお手伝いしてるアレクとか見てみたいんだけどな。なんで俺がこんな仕事って言いながらやるやつ。ちゃんといらっしゃいませって言えるようになってほしいな。そう、アイラちゃんに言われてほしい。またアレクサンダー君がいらっしゃいませを言えるようになりましたってアイラちゃんに言ってほしい。でもなんかご家庭だってお店やってるから意外とちゃんとできるかもしれないアレクは。いや意外と、でもいらっしゃいませは言ってた。あ、そっか。うん、もうなんか久々にキンプリ見てすごい思い出した。キンプリ見るとすごい疲れるしカレーが食べたくなるっていうことを思い出した。体がキンプリのそのはいはい発表があった日さ、金曜日だったのよ、うんうん、でバンドのさ練習があってさ、ほんとずっと一日中そわそわしてると思いますって言って、うんうん、もういいよその日は携帯をたくさん見なよって言われてて優しすぎるだろ。前のマジにもマジ発表があったらすぐに LINE をしてくれって言ってたから、うん、ほんと40件ぐらい LINE たますで、うん、これは動いたなと思って、さすがにこの量の LINE は動いただろう何かかと思って、うん、すいません途中で配信の途中すいません、ゴープリズムの新作が決まったみたいですって言って、うわーおめでとうって言って配信中に配信中もうみんな知った中だからで、そんでみんなでドラマチックラブ演奏してもらって、うん、すごい最速で応援してる人たちかもしれない、ひょっとしたら。確かしょ、うん、最速で。でしかもなんかその日は小松さんって、はいはい、あのよく配信に遊びに来てくれるご近所さんのさ、うん、トランペットとピアノが一緒にできる芸人、うん、芸人で音楽すごい上手な、音楽すごい買った、うんうんうん、今芸人さんではそうか、もう芸人やってないのか。ああ、はい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 、うん、芸人ってくくりではなかった気がする。あと、まあ、その小松さんの来てたお誕生日が近かったから勝手にお祝いしてたの、うん、小松さんには言わないで、うん、ケーキを食べようって時に小松さんが気づいて本当に来てくれたの、うん、ご本人登場だ。そう、30秒ぐらいのとこに住んでるから本当にすぐ来てくれて、で、まあ、ケーキ食べて、うん、そうで、まあ、一通りいろいろお祝いとかしてて、でそのキンプリの発表があって、うん、すいません小松さんドラマチックラブやりますって言ってはいはい、はい、その時急に、うん、でちょっと一回聞いてきますって言って聞いてきてくれて、うん、すっごい上手にピアノ弾いてくれた。すごいよね、一回聞いてきますってできちゃ う, っていう、マジですごい。本当それは本当にね、あのドラマチックラブだけでもいいから見てほしい、あの配信。すごいね。どうですか、弾けるようになった。形はとりあえず、うん、形はとりあえず、そうっすね、形のその左右の、うん、あれとかもいいんじゃないですか。そうっすね、首の周りも
いい感じかと思います。うむ、はい、後ろを詰めよう。裏地もちゃんとついてて素晴らしい、綺麗に見えるね。ね、うん、かっこいい線はちょっとあんまり役に立たなかったけど、まあ、そうですね、かっこよくなったらいいかな、こういうのは気持ちだから。そうそう、うん、線があるなーって、そうそう、かっこいいなという気持ちだから。線のね、バイアスがなくなっちゃったので、うん、大体できたんだ、うんうんうん、ほらポッケついたんだから。お、ちゃんとついてる、えらい、ポッケついたんだから。綺麗じゃないですか、でも、うんうんうん、形は完成です。結局誰をやるかがまだね、そうですね、決めてないんだけど、はい、先に制服だけ買って本当に入学する人みたいになってますけど、入学する人、ジョージか、ジョージかルイ君か、かける、かける、かける、どうしよう。いやー、これは悩みどころですね。悩みどころですね。そうですね、誰をリベンジしたいかみたいなのもありますし。そうだね、何になるか、はい、3週目も生放送見てください。お願いします。というわけで今週もありがとうございました。バイバーイ。